小西武博よ、お前は総務部長にまで上がった。それだってみんな俺が新しい長友市政を応援してきたからだよ。そう、作ること、そう、長友市長誕生させることだよ。お前たちがその夢を全部壊したんだよ。そう、お前が中心人物だろ。長友や中根義雄から頼まれたんだろ。違うか。違うんだったら誰に頼まれた。あちこちで電話を切ったり、そうそう、俺のファックスも返事来ない。いろんな内容があるよ。これからもっと全部出そうじゃねえか。大木義一郎さんだったら。黙ってないよ。一緒にそこに行くよ。こっちだってファックス毎日流すのは大変だし、金もかかるよ。でもバカにされたくねえんだよ。お前たちだってバカにされたくねえだろ。長友市政をよくしてあげたい気持ちは今でもあるんだ。俺は恨むためにやってんじゃない。少しでも若者たちに教えてるんだよ。お前は、お前は何やった？3月で、そう、2013年の3月で退職だろう。退職、5人衆がいるじゃないか。その5人衆が俺に何やった？お前たちは長友市政になったことを喜んでたんだろう。当選すると思ったのか、長友義樹が。どこにそんなデータがあったんだよ。お前はこれまで何をやってきたの？何いいことをしてきたの？人生短いと言っても結構長いもんだよ。あと、あともっと生きるよ。俺なんて50歳で死ぬと思ったよ。だって超3分の1教林大学で34歳、3歳の頃取ったんだもん。そう、だから50までだと思ったよ。73まで生きちゃってるよ。あんまり長く生きるのも嫌だね。世の中が変わって腹立つことばっかりだよ。ああ、だから毎日電車に乗って優先席の注意をやってるんだよ。その他いっぱいいろいろやってるよ。オウム問題だって取り組んだよ。ああ、偉そうに言うじゃねえか。だってお前たちがバカにするからだ。小西武博、博士みたいな名前つけて、お前は何をやった？退職の選別に暴力博士号を与える。スカカシと同じように核がついてるな。お前も大木義一郎さんのように、もっと身近に出てきて、腕なんかつかまないで仲良く話してみろよ。市民相談の横にも部屋があるじゃねえか。なんだあの日田文龍なんだ。あんな市民相談員、市民相談員が、そう、窓口じゃないか。この市役所の。なのに俺は一度もあいつから電話もらったことないよ。バックスはしても。なんだ、誰が俺に電話しちゃいけねえって言ったんだよ。長岡だってそうだ。お前と同じ博士の名前つけて。ひろゆき、なんだみんな博士の名前。お前この人間にどのくらいファックスした？俺だってそんなにやると思わなかったよ。どのくらい無視するか試してみたんだよ。環境部長だ。工藤忠雄部長は環境部長でも道路の部長でも何でも現場に自分が出てきたよ。俺が、そう、道路のミラーの付け方でまずいのや、みんな私が行きますって言ってるよ。私が行きますって言ってくれたんだよ。お前はなんだ、追い出すことだけじゃないか。
お前はこの人生の中で何をやってくれた？あのダチという歌のように。お前は友達を大事にできないのか？俺のやったことがなんでそんなにまずい？よしよ、よしよと同じ考えじゃねえか、長友も。中根助役、お前はそいつのカバ持ちじゃないか。人生の中でお前は何をやって公務員をやってよかった？俺は調布市役所に勤めて、ああよかった、ああこういうことをしてよかったって、お前は何かあんのか言ってみろ。俺にファックスよこせ、どこでもいいよ。中野さん、中野雅俊さん、そう、あのエレベーター、みんな上がるときは平気だけど降りるときには間違って一回押しちゃうの。あれ八王子でもそうだったよ。あそこの市役所に行ったらちゃんと字が書いてあった。ああ中野さんがやってくれたと同じように書いてある。俺はあの勉強会で中野さんに頼んだんだよ。早くやればよかったですねって言った。でもあんた大丈夫？こんなことやって出世って言おうとしたけどそれは言わなかったよ。僕大丈夫です、私は大丈夫ですって言ってました。いじめられないって、この人出世望んでないもの。おー、なんだこの子、あんな川西教の勉強会に行って何になるんだ。おい来いって俺を廊下に出すと出そうとしたんだよ。来いっていう言葉は誰に言ってんだい。俺だって思い切って戦おうとしたけど弱い立場だよ。役所で暴れたことになると捕まるからな。親だってこんなことしてたら怒るよ。今いないからやってるけどな、子供がいたらやらねえよこんなこと。でも俺はグリーンホールの改善や田作り温度、文化会館の歌やゴミ温度、ワールドカップだって俺が歌を作って新聞にまで出してくれたよ。お前たちは韓国の旗すらもあげなかったじゃねえか。日韓ワールドカップだぞ。地元の朝鮮韓国人をバカにするな。俺たちは朝韓人で一つだ。小西武宏は役所という名の刀を俺に向けた。その前に吉尾市政の大木義一郎さんを見習え。この歌の団体名、個人名、地域名などは実在のものとは一切関係ございません。この歌はあくまでもフィクションでございます。誤解のないようよろしくお願いいたします。ハクション。